自分磨きの秋。ちょっと食欲の夏くらいから僕始まってたんですけど、うん、俳優の黒木メイサさん、夜遊びの綾瀬さんと生田リラさん、上野樹里さんら豪華芸能人がグッチコスモス、アンエクスプロレーションオブヘリテージ、グッチ日本上陸60周年記念展のフォトコールに登壇しました。トップバッターの黒木メイサさんにこの秋にやりたいことは何かについて伺いました。自分磨きの秋、なんかいろんなことを自分のためになることをいろいろ経験して、まあ、美術館を巡ることもそうなんですけれども、こういろんなものを吸収する秋にしたいなと思ってます。ちょっと今年本をあまり読めてないので、本を読む習慣をつけて今年中にそれを習慣化して、これからの人生で本を読むことを続けていけるようにしたいなと思ってます。ちょっと食欲の夏ぐらいから僕始まってたんですけど、ちょっと美味しいものを食べる喜びをこう改めて感じている日々なので、はい、自分で作ってみたり美味しいお店に行ったりっていう秋にしたいです。秋になってやっぱちょっと寒くなってくるので、うん、お鍋とかいろいろこう季節になってくるので、いろんな楽しみ方をしたいなと思います。10月1日が、ね、ちょうど我々夜遊び5周年ということで、記念のドームの公演であったりとか、いろいろ5周年という節目のタイミングでチャレンジしていこうと思っていることがたくさんありますので、僕個人としてもそうだし、夜遊びとしてもいろいろ新しい扉を開いていけるように、残り3ヶ月分駆け抜けたいなと思ってます。なるべく自然に触れたいなと思っていて、自然の中で炭火のなんかこう火を起こして、調理して食べたりとか、なんかそういうアウトドアをやりたいなと思います。はい、今はこう家で音楽夫が作った音楽にこう歌詞を書いたりしているんですけど、それをもうちょっとこうしっかりと仕上げたいな。来年にはレコーディングができるように歌の練習をしたりとか、歌詞を書く作業も結局自分の内面が今どういうことを感じているのかっていうのをこうちゃんと捉えるっていう作業なので、なんかあんまり周りの目を気にしないで自分自身のこう時間を豊かにしていけたらなと。そうですね、やっぱり食事ですかね。ハワイに住んでるんですけど、ハワイで食べられない日本のこう銀杏だったり、あとは梨、焼き芋、あとなんだろう、柿がすごく食べたいです。年内結構子育てのいろんなこう学校のイベントがたくさんあるので、ちょっとそれがまあ、バタバタなスケジュールでそれがストレスフルにならないように、こうちゃんとセルフケア、ヨガしたり瞑想したり、自分のケアをしながら、クリスマスまで、正月まで楽しめたらいいなと思います。